オリバー・オーティス・ハワードはアメリカ陸軍の職業軍人であり南北戦争では北軍の将軍だった軍団指揮官として望んだチャンセラーズビルの戦いとゲティスバーグの戦いでは屈辱的な敗北を喫したが西部戦線に配属されてからはこの挫折から立ち直り軍団指揮官及び一軍指揮官として功績を残した戦後西部で部隊指揮を取り ネズパース族に対する有名な作戦を遂行した。ハワード大学設立の推進者である。ハワードはメイン州リーズで、ローランドベリー・ハワードとエリザ・オーティス・ハワード夫妻の息子として生まれた。父のローランドはノーフであり、ハワードが9歳の時に死んだ。メイン州、モンマスのモンマス・アカデミーとヤーマスのノース・ヤーマス・アカデミー。 リードフィールドのケンツヒル学校で学び、19歳の1850年に、ボーディン大学を卒業した。その後、陸軍士官学校に入り、1854年に、同期46人中4番目の成績で卒業し、平坦部の名誉将位に任官された。 ニューヨーク州トロイ近くのウォーターブリート武器庫で勤務し、一時的にメイン州オーガスタのケネベック武器庫で指揮官となった。1855年、エリーザベス・ワン・ホワイトと結婚し、7人の子供を持つことになった。1857年、セミノール戦争のためにフロリダ州に転属となった。福音派、キリスト教会に改宗したのがフロリダの時であり、 牧師になるために状態も考えた。その宗教思考により、後にクリスチャン将軍というあだ名ももらった。1857年には、ウェストポイントに戻って、数学教官となり、翌年中尉に昇進した。サムター要塞の降伏で、南北戦争が始まると、牧師になりたいという考えは脇に避けて、国のために働く決心をした。ハワードは、 第3メイン不評連隊の大佐に指名され、第1次ブルランの戦いでは一時的に旅団指揮を取った。1861年9月3日には順勝に昇進し、その旅団の指揮を任された。半島方面作戦では、ジョージ・マクレラン少将のポトマック軍に加わった。1862年6月1日、フェアオークスで旅団指揮を取っているときに、 右腕を二回負傷し、その後切断された。サワンを失っていたフィリップ・カーニー事将が、ハワードの元を訪れ、一緒に手袋を買いに行けると冗談を言った。ハワードはすぐに回復できて、アンティータムの戦いに参戦し、この時は第二軍団の師団指揮官に昇格した。1862年11月には少に昇進し、翌年4月には、 第11軍団の指揮官となった。この任務はフランツ・シーゲル少将と交代するものだった。この軍団は大部分がドイツ人移民で構成されていたので、兵士の多くは英語を話さず、新しい指揮官に不満で、公然とシーゲルの復職を求めた。ハワードの軍歴では2回大きな挫折を味わったが、その1回目がチャンセラーズビルの戦いだった。 1863年5月2日、その軍団は、チャンセラーズビルの交差点の北西、北軍前線の右翼にあった。南軍ロバート・イーリー将軍とストーンウォール・ジャクソン、中将が大胆な作戦を立てて、ジャクソンの全軍が、密かに、北軍側面に回り込み攻撃した。この時、ポトマック軍を指揮していたジョセフ・フッカー少将からは、 ハワード軍団の側面が川のような自然の障害物に接していないために無防備であり南軍がその方向に動いてくるかもしれないと警告を受けていた。ハワードはその警告への対応を怠りジャクソン軍が日暮れ前に攻撃をかけ第11軍団は改装し北軍の作戦に大きな混乱をきたしてしまった。ゲティスバーグの戦いの時は 第11軍団が5月の屈辱からまだ立ち直っていないままで、1863年7月1日午後に、戦場に到着した。ハワード指揮下の師団指揮官、フランシス・シーバーロー順将の防御線の配置が、まずかったために、そこを、南軍、リチャード・イーウェル中将に付け込まれ、この時も、第11軍団は改装して、ゲティスバーグの町を通って撤退させられ、 多くの兵士が捕虜になった。街の南セメタリーヒルでハワードは誰が防御軍の指揮を取るかでウィンフィールドスコット・ハンコック少将と喧嘩になった。ハンコックはジョージ・ミード少将から指揮を取れと書かれた命令書を受け取って派遣されてきていたがハワードはその場では自分の方が階級が上だと主張した。最後はハワードが折れた。ハワードは 自分の軍団の失敗はすぐ西にいた、アブナーダブルデー少将の第一軍団が崩壊したことが引き金になったという話を広め始めたが、この言い訳は当時も歴史によっても受け入れられることはなかった。真実は逆であった。第十一軍団の評判は失墜した。ハワードは懸命にも、敗下の一個師団を、 予備隊かつ防御戦の重大な支援隊としてセメタリーヒルに駐屯させていたのでゲティスバーグでの最終的な成功のためにいくらかでも功績を上げておくべきだった。ゲティスバーグの3日間の戦いで残りの期間、その軍団はセメタリーヒル周辺の防御に泊まり7月2日の 南軍ジュバルアーリー少将の攻撃に耐え、7月3日のジョージ・ピケットの突撃に対しては防御線の端っこで参戦した。ハワードとその軍団は西部戦線に転属となり、テネシー州でカンバーランド軍の一部となった。第3次チャタヌーガの戦いでは、この軍団がミッショナリーリッジを占領する衝撃的な攻撃に加わり、 ブラックストン・ブラッグ将軍の南軍を撤退させた。1864年7月、ジェームズ・マクファーソン少将の戦死の後で、テネシー軍指揮官となり、アトランタ方面作戦で戦い、ウィリアム・シャーマン少将の有名な海への進軍では、その意欲を引き、ジョージア州からリョーカロライナ州まで進軍した。 戦後のハワード将軍1865年5月から1867年7月まで、ハワードは難民解放奴隷を呼び、放棄土地監督局のコミッショナーを務めた。1874年には、コロンビア方面軍の指揮を任され、西部のワシントン準州バンクーバートリデに行って、インディアン戦争で戦い、特にネズパース族に対するものでは、 ジョセフ州長の降伏に追い込んだ。1879年、ワシントン DC で、ジョセフ州長が行った有名な演説では、もし、ハワード将軍が私の蓄えを集めるために、十分な時間をくれ、人が扱われるべきように、トゥハルハル外を待遇をしてくれたならば、戦争はなかっただろう。と主張した。 その後、ハワードは1881年から1882年まで陸軍士官学校の校長を務めた。1882年から1884年まではプラット方面軍指揮官を務めた。1894年、少々の位でアメリカ陸軍を除退した。ハワードはワシントン DC にあるハワード大学の設立の時に演じた役割でも、 記憶されている。この大学は1867年に連邦議会によって法人化された。この大学は無宗派であり、人種を問わず男女誰でも入学できる。ハワードは解放奴隷監督局,局のコミッショナーとして元奴隷や難民の福祉や教育を推進したことで知られた。1866年11月20日、 当時社会的に様々な関心を持った集団の中からハワードを含み10人の委員がワシントン DC で開始、有色人牧師を育てるための神学校の計画を論じた。しかし、牧師以外の教育機関を作ることへの興味が勝った。その結果は説教師や教師を教育するためのハワード、市販、工業学校だった。1867年1月8日、 理事会での投票によって学校名をハワード大学に変えた。ハワードは1869年から1874年まで学長を務めた。1895年にはマウンテンホワイト教育のためにテネシー州ハロゲートにリンカーン記念大学も創設した。ハワードはバーモント州バーリントンで死にそこのレイクビュー墓地に埋葬されている。 ハワードは戦後多くの著作を表した。ドナルドの学校時代、ネズパース族のジョセフ、テイラー将軍、カスティラのイザベラ、ジジョデンを呼び、私の人生と敵対的インディアンの中での経験がある。階級を呼び、組織、巡称、アメリカ志願兵。場所を呼び日付、バージニア州、フェアオークス、1862年6月1日。入隊、メイン州。 誕生、1830年11月8日、メイン週、リーズ。発行日、1893年3月29日。謝辞、ありがとうございます。